最初はグー、じゃんけんグッチこんにちは、グッチです、今日は6月3日で撮影してるんですが、昨日の6月2日日曜日、恒例の稽古会を行いました。昨日はですね、たくさんの大人の方に集まってくださってですね、はるきくんも我らがグッチ道場の、まあ子供が今一人なので、我らがグッチ道場のはるきくんも参加してですね、大人の方は昨日たくさん来られて、いい稽古が、まあ充実した稽古ができました。ということで、ちょっと報告がありまして、今月の6月23日に、東京の国体予選にグッチ道場から、稽古に参加されている二人の大人の方がですね、出場します。なんか昨日稽古の申し合いでですね、やっぱり実践稽古をしないと、なかなかね、実践の感覚をつかまないと、まあ試合に挑むにあたって危ないですし、まあいい結果も、まあ今回がちょっと大人の方はですね、本格的な公式の試合は初出場になりますが、どんどんこれから大人の方も子供もですね、どんどんグッチ道場で盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひとも注目してください。昨日の稽古ですね、充実した稽古になりましたので、その動画も出していきますので、よろしくお願いします。それでですね、やはりちょっと、グッチ道場は、まあ大人の方は定期的によく来てくださりますし、女性の方も少しずつ、猫マッスルさんを筆頭に、鶴見さんと、まあ前だとですね、ドイツさんだとか、大人の方、女性の方は結構集まってきていますが、今ですね、子供がやはり、一人、春樹くん一人ぼっちで、まあ、府中で稽古するようになって、現役時代お世話になった山川先生という方で、まあ、一緒にですね、稽古することになったので、子供さん、中学1年生の陸斗くんと、あと、小学生の低学年なんですが、聖くんが、時々稽古を参加しているので、まあ子供も時々稽古できるんですが、毎回ですね、稽古参加しているのが中学生の春樹くんのみなので、どんどんですね、この機会にですね、ちょっと大々募集をしたいと思っております。なので、この動画を見た、少しでも相撲をちょっと体験してみたいだとか、もうこれから相撲をやって大相撲の力士目指したいとか、いう方はですね、もう、どしどしとちょっともう気楽な気持ちで、まあ週末のコンビニ的な感じでもいいので、相撲体験にですね、グッチ道場に、どしどし来てください。噛みまくったけど。どしどし来てください。ですね、どんどん子供たちと大人の割合を半分半分ぐらいにまず目指してですね、道場練習生、常時10人をまず目指してやっていきますので、興味のある方はですね、ぜひ、概要欄から、X の DM 送れますので、グッチーに連絡をお願いします。コメントでも構いませんので、よろしくお願いします。それでは今日ちょっと、大人の選手の方が集まったんで、申し上げます。6月23日に国体で、予選ありますんで、ぜひちょっと注目していただければと思います。それでは申し上げます。と試合までし怪我するとあれなんで、揉めるんで、まず半身切りしてあって、この不利な体勢になって、体が横向いてなった時に、無理に投げ行ったりとか、のけぞった状態から投げ技とか行くと、ちょっと危ないなって判断したら止めます。なんでかというと、膝が伸びたまま投げたりやると、膝の靭帯とか、本当に前十字とか切れちゃうんで、そこだと止めますので、それと、首がこう入って、首がロックされたような状態になると、それで動きが、まあ、動きが止まってなければ止めないんですけど、これ、首が決まった状態で動きが止まったら止めます、首を出たり、本当にうまい人だと、こう、技が、まあ、すぐストップですね、その時はストップします、まあ、その2点ですね、だからできるだけ最初は前に攻める気持ちで、まあ、回し取ってもいいし、押して、ついてもいいし、とりあえずどんどん前に攻めることを意識でやりましょう。それで、まあ、怪我はある程度、大きな怪我はできやすいんで、
ちょっと首ですね、しっかり顎を固めて、当たると顎が上がってると、まあ、当たったりする脳震盪もそうだし、首入ってるんで、東京ですね。やりましょう、これね。さっきも首やすくて、はい、止めて。こっちの手を止まりすぎます。後ろに下がるのもいいんですけど、しっかりと前に行ってですね。出して、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 
見せて。判定。いやースピードがないな。スピードがないな。はい、続いて、カムシャル、右側、右側、右側、右に絞り、全身に絞りに行く。下半身使って、上体だけ。はい、スポーツで、体の横に。まあ、投げるのこう、力を使ってるんで、このまま取って、こう寄ってるんですけど、これを、締めて、こう、差し込む。こういうと、それで頭をつけると、完璧です。あー、それで最後、こう。よし。もう入って、下で投げ出して、こっちに寄ると、こっちの相手の側の投げも出るんで、両方から逆転技で出してこれるので、それを埋めるだけで出していく。そうすると、下手投げしても押し上げていく。
終わってないかな。猫さん、はい、大丈夫ですか。調子よくできて、うん、でも今日はね、まあ、同じ同級生が今日、ね、同級生とか同じ同世代いなかった、大人がたくさんいて、まあ、環境的にはいいけど気分はちょっとプレッシャーもかかるよね、まあ、その中でいい環境ではあるから、まあ、俺ができるだけスカウトして子供を集めれるように頑張るから、はい、ちょっと春さんも頑張ってください。はい、頑張ります。相撲ノートを作ってるからそれを書いて自分の頭の中にあるモヤモヤとかをどんどん感情とか書いて、相撲に向けて自分が日頃その日に取り組んだこと何でもちょっとでもいいからやってください。ご飯いっぱい多く食べたとか、はい、タンパク質多めに取りましたとか、はい、そういうの早めに寝ましたとか、はい、
それで今日は坂道ダッシュしましたとか、そういう腕立て100回やりましたとか、それ何でもいいからコツコツと積み上げてください。はい、それこれ見直してください。はい、はい、お疲れさん。